あの私が演じている八路春という役はその妹の K が目が見えないのでその K の代わりに自分が K の目になっていろいろ助け合いながら過ごしているお姉ちゃんの役です八路 <laughs>、えっと、K さんはあの事故で目が不自由になってしまうんですけど、えっと、お姉ちゃんの。 春にあの助けてもらいながらすごい前向きな性格な人ですうーんでもあのだんだんその撮影の日数を追うごとにひよりちゃんと距離が縮まってきてるなっていうのも感じますし撮影の合間の空き時間とかも会話したりお話ししたり結構今日も あのツボに入って <laughs> <laughs> あのジョウ監督さんに好きなだけ笑ってくださいって言われたりとか <laughs> すごくこうわきあいあいと楽しく過ごしてます。はい、すごく毎日楽しく撮影しています。なん聞くところによると二、はい、人でなんかモクとチョコレートを一升。<laughs> 早い情報 <laughs> 広まっている。<laughs> そうなんです。 ずっと食べてました、えー、ずっと、はい、なんか寒すぎるのかすごいチョコを欲してしまって、うん、前あのチョコの結構何個か入ってる袋を二人でなくしましたゼロにしました全部食べた結構すごい量でしたね,ねいっぱい入ってたんだけどあっという間になくなりました <laughs> うんでも役作りで準備したこと そうですね、でもやっぱり目の見えない方の役ではじほぼほとんど初めてのお芝居だったのですごい監督さんやあの他の方からいろいろ指導していただきながら目の動,きの動きだったり瞬きだったりそういうのをすごい研究しましたね。 私は妹があの実際いないので今回その妹を引っ張ってあげながら自分の弱いところは見せずにこう強くたくましいお姉ちゃんを演じようといろいろ考えて撮影しました。ねえ <laughs> <laughs>。 ひりちゃん、すごくなんかもともとすごくなんだろう優しくて明るい子っていう印象はあったんですけど今回いろいろ何日か一緒に撮影を過ごしてよりこう本当に優しくて気遣いとかいろいろしっかりなんか18歳とは思えないぐらいすごくしっかりしてて私もその。 お芝居中とかにひよりちゃんの演技で助けてもらいながら、私自身もお芝居できた部分もあったので、すごくしっかりしてて優しい子なんだなって改めて思いました。あの休憩中でも撮影中でもなんですけど、いつでも本当にお優しくしてくださって話しかけてくださると本当に気分が上がるっていうかテンションも上がりますし、なんか前回の撮影では一人だ。 んですけどその時にすっごい寂しくて梨紗さんがいなくてでも今回梨紗さんが<ー>行ってくださってなんかすごい梨紗さんの偉大さっていうかなんか本当に安心感がすごいです。<laughs> 見どころ。そうですねでも結構今までずっと山の中で、ね、撮影をずっとしていたのでそのセリフ じゃない部分のお芝居だったりとかあのずっと走ってきて逃げてきているっていうのを出すために疲れた演技だったりとか息遣いだったりとかそういうセリフじゃない部分の演技とかもあの頑張ったので2人でそう,いうそういう部分にも注目して見てもらえたらなと思います。そうですね見どころはやっぱりあの 2階のベランダから飛び降りるシーンがあるんですけどそこは本当に注目ポイントだなと思っていてあの2人で息を合わせてせーので飛,ぶ飛ばないと危ない,危ないことだったのでなんかでもそれでも流れできれいにちゃんと飛ばないといけなかったのですごい緊張したんですけど本番うまくいったのでそこは本当に注目ポイントです。<laughs> え、なんだ、うん、でも私は何ですかね今回はじほとんどほぼ初めてのお芝居だったんですけど、うん、もし次なんか機会があったら他の役とかもやってみたいなってすごい思いましたうーん真逆今と真逆な性格例えばですけどもうめちゃくちゃ性格の悪い子でみたいなでなんか学校の いいいじめ役みたいな、<laughs> そういうのがやってみたいです <laughs> <laughs> まあ私も演技の経験ってほぼほぼあんまりなくって結構苦手意識とかもあったんですけど今回この「ボーダレス」の撮影を経験してすごくこうお芝居ってすごく楽しいんだなとかいろいろなんかなんて言うんだろう自分じゃない役になれる すごく面白いことだなって改めて発見できたのでそういう演技とかにも挑戦してみたいなと思いましたしその他でもまだいろいろ自分が挑戦したことのないお仕事だったりとかいろいろ今までの自分を超えられるようにいろいろなお仕事に挑戦できたらなと思いました。